企画俳優部。イエーイ。さあ始まりました浅井企画俳優部、 MC の平子悟です。よろしくお願いいたします。お願いします。そして今回もこの子たちです。どうぞ。せーの、パピプペボンハート。はい、イエーイ。ポンの皆さんでございます。さあ、この番組はどういう番組かと言いますと、まあ、お笑いのイメージが強い浅井企画部のですね、俳優さんがいるんだぞということを世に知らしめるための番組でございます。さあ、今回はですね、実は瀬間あやみちゃんが学校の行事かなんかでお休みだということなんですけど、まあ、一説によると最初 のパピプペポンハートをやりたくないんじゃないかって。それは初耳。実はみたいな、グループでは学校できたけど個人でみたいな。どうしても私じゃあもう永遠に来ないってことで。かわいそう。帰れば、アリスが怖いんじゃない。帰ればいい。帰れば来てくれると思います。帰れば帰れば来るかもしれませんけど、まあ今回はね、学校の行事ということでお休みでございます。さあ、今日はですね、5人で何をやっていくかと言いますと、パピプペ個人面談。どういうこと。個人面談。学校ですか。学校ですよ。卒業してますよ。でも聞きたいこといっぱいありますからね。まあ、聞いてくれる、話を振ってくれるタイプで。お、そうですよ。もちろん喋りたい喋りたい。いや全然。個人、だってこの間ほら MC 担当してもう散々な見られてた。確かに大事故が起きたから。アリスがやった時に大事故が起きたから。私のやつ結構公表だった。公表だった。公表だった。ギャラリー言われてましたしね。そうね、確かに。まあ、毎回こんな感じでみんなでわーわーわーキャーね、盛り上がってますけども、まあ一人ずつじっくり話をあんまり聞いたことないなということで、まあ一人ずつね、こう個人面談をしていこうかなと思いまして、はい、成績表を見せなきゃダメですか。そういう個人面談じゃないです。そういうのじゃないです。まあ、順番にね、ちょっとくじで、決めまして、一人ずつ個人面談をしていこうかなと。くじで何ジェスチャー。くじこれは僕が引いていいんだね。くじに名前が書いてあるから、はい、あ、なるほど。はい、そういうこと。名前が書いてなかったら、引いていきます。くじの意味、はい。誰かな。じゃあ最初に、さあ一発目の個人面談、誰かな。じゃん、ドキドキする。福田。あ、うちだ。頑張った。ではパピッペ、はい、個人面談、福田花美ちゃんでございます。よろしくお願いします。まあ本当にざっくばらんにね、聞いていただければ構いませんから。はい、本当に。まあじゃあ、そうですね、じゃあ最近一番嬉しかったことは何ですか。嬉しかったこと、はい、嬉しかったこと、そういう感じよ。なんだろう、最近一番嬉しかったことですね、うん、最近一番嬉しかったことは、今何月、うん、6月ですよね、うん、事故になっちゃう。結構いけない。何でもいい、些細なことでもいいんですよ。嬉しかったことは、あ、バレエのリハーサルで、あ、バレエね、はい、ずっとやってるもんね、はい、やってるからね。リハーサルで、ちっちゃい子に話しかけてたんですけど、うん、その姿がお姉さんっぽくなったねってバレエの先生に言われて嬉しかったです。可愛い。あ、じゃあずっとじゃあ下だったのかな。4歳から見てもらってるので先生には。そうか。じゃあその成長過程を先生が見てくれて、で、まなみちゃん大人だったねと。そう、嬉しかったね。あ、そうなんだ、そういうほのぼのでした。ほのぼのです。福田はちなみに緊張する方なんですか。します。今も結構してます。え、今も。え、してますよ。だってこのあれこの俳優部結構やってるよ。そう、まだ緊張すんの。うん、しますね。なんでそんな緊張するの。久しぶりだから。あ、まあ、今日ね、今日はちょっと久しぶりだからね。1ヶ月ぶり。緊張をほぐす方法とか自分で何か持ってます。やっぱり、まあ、深呼吸をして、うん、自信を持って頑張ります。意外と初歩の初歩の深呼吸をするのね。あ、そうなんだ。ちょっと皆さんに聞きたいんですけど、皆さんから見て福田真奈ちゃんこういう子だよっていうの何かあります。めっちゃ物をはっきり言う。あ、よく言われる。ズバって。それはもう昔からちっちゃい時から、うん、はい。あ、そうなんだ。他にあります。
結構人懐っこい、うん、あ、人懐っこくてズバって言うってすごい人の懐に入ってこうやってパンチするわけやばい、仲良くなればなるほどすごいよねやっぱ言いますね、なんか言いたくなっちゃう、えぐるようなパンチを出すよねねえ、そうだよね、うん、ちょっと怖いですね怖くないよ、こういうイメージ、アリスは怖いの、怖いです、どういうとこが怖いの、どういうとこが怖いの、じゃあなんかいつも緊張しますもん、ちょっとだけ、やばい、やばくない、今のやばくない、結構ギスギスしてるみたいなイメージ、船仮説みたいだったんですよ、お話をするときはちょっと構える、なんかちょっと怖い、なんか好き嫌いが激しそうじゃないですか、ああそういうイメージなんだ、イメージですよ、どうですか自分で、あ、人間を、まあ、人間も人間以外も人間以外でもまあ好き嫌いはっきりしてるタイプ、いや好き嫌いじゃなくて、なんか興味があるかないかそこ、これでしょ怖い、こういうところが怖いの、だって一番、だって好き嫌いだったらまだ感情があるじゃない、そう、あとなんか苦手な人とかも、まあまあそれはどういう人が苦手なんですか、うん、あ、いいね、いいですね、あ、どういう人が苦手か、ちょっと清潔感がなさそうそれはね、男の子の子も誰でもそう、ね、でも基本的に、うん、あの自分から話しかけたりとかはします、しっかりそれは自分から話しかける方が、勤めて、いろ、まあ、現場いろいろあるじゃないですか、で自分からやっぱり行きます、もう行きますっていうか、はい、努力して、あ、そうなんだ、学校とかでもあのクラス替えがあったんですけど、それも結構自分から、うん、よろしくみたいな感じで、意外と派手、意外と、うん、えのきの言う通りだから、懐に、そう、懐よね、自分からね、シュッと入ってね、で、こいつはいけるぞと思ったら、もう違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 う、パンチはしない、なるほどね、あ、仲のいい、よくはどういう感じで映ってるの、最初はすごい、あのスクールに帰ってた時は先輩だったんですよ、うん、そう、先輩なんで、私先輩なんですよ、ずっと、だから最初の方は敬語使ってたんですけど、あ、そういう感じだったの、本当に最初は、ね、意外に、うん、福田さんっていう、でちゃん、まなみちゃん、あ、今もまなみちゃんか、敬語だめだね、変わってないちゃんは敬語じゃないですでもそう、ずっと敬語で喋ってたけど、うん、自然と、だって同い年だもんね、うん、そう、あ、別に何かのきっかけがあるわけじゃなく、すごい、あのメールとかでやり取りしてても優しいし、うん、かわいいしそう、すごい優しいです、なるほどね、女子だね、そうなんだ、女子だね、女子じゃあ、今のお仕事ですけども、始めるにあたってご家族の方から反対とかありました、まあ、なかったです、なんか結構何でもやらせてくれるので、やりたいならやればみたいな、ちなみに今までやりたいと思ったのはどういったことやりたいと思ったの、まあ、このお仕事もそうですけど、バレエもそうですね、バレエもそうです、うん、バレエでも、コンクールに出るとか出ないとか、あ、そうでも言いましたし、うん、あとはそれこそスクールに通いたい、渡辺エンターテインメントスクールに通うってことも自分から言いました、あ、そうなんだ、それに対して別に、あ、いいよって感じなの、一回やってみなっていう、一回やらせてくれる、ほう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 、で、それでじゃあ実際になんかこうそういうスクール通ったりして、こう悩みとかあったらご家族に相談とかするの、スクールに通ってた時は相談できなかったです、なんか隠してました、ずっと、なんで、どういったことで悩んだの、もう先生が怖いもう先生が怖いそれは演技指導とかの先生、演技指導も怖いですし、うん、なんかもうなんかスクールに行った時って、うん、そのスクールの中のクラスがほとんど高校生だったんです、うん、私まだ中学1年生で、はあはあはあ、もう上の子たちも怖いし、結構だから中学1年生からと高校生ってだいぶ大人だよね、大人です、うん、そうだよね、中1から高3までいたので、うんうん、それこそ高3が多くて、うん、もう怖いし、なんか毎週模試とかで誰かしらいないし、うん、先生ピリピリしてるし、怖いと思って。で、それをずっと家に秘めたまんま、家帰っても言えなかったんだ。そうですね。それなんで言わなかったの？なんか、ちょっと、なんて言うんだろう、プライド？あんまり、あんまりそう、なんか、うん、言わなかった。頑張ってるっていうところで、うん、頑張ってる風に見せたかった。なるほどね。あ、そうなんだ。なるほどね。じゃあちょっとね、10年後あなたはどうなってますか、これもう目標だから、もう言っていくとそれは言霊だから、
10年後私はこうなってますよってなってるかもしれない。27歳20代、若っまだ20代なの10年後で、やだやだ26だもう一個若くなった。26歳の福田真弓はどうなってる。大学は卒業して、うん、いてほしいのとテレビにもっと出てて、うん、出てたいです。出てます。例えばそのテレビの出方もどういう。とりあえずドラマに出たいです。あ、女優さんね、女優さんをやっていきたいということですね。じゃあそのための目標、あなたの目標って何かありますか。最後に聞いておきたいんですけども。目標、うん、やっぱずっと言ってることではあるんですけど、うん、一番は人をもっとこう感動させられるとか、人に何かを与えるような女優になりたいとは思ってます。ずっとそれは思ってます。なるほど。ということで、じゃあ福田真奈美の10年後皆さんお楽しみということで、個人面談福田真奈美ちゃんでした。ありがとうございました。